どうも東京トニーです。今回は翔子お姉さんがなぜスプーを描くのを失敗したのかを個人的に語っていきたいと思います。絵描き歌の弊害、まずこれが一つ目の大きな理由だと思ってます。絵描き歌って書き順を教えてくれるんだけど、逆に言えば書き順しか教えてくれないわけ。まあお絵描き界隈ではなんか書き順を教えることが教えることだと思い込んでる節があるわけなんだけど、まあその中に込められた細かい情報を全て無視しちゃうんだよね。スプーって大体ねこんな感じなんだけど、まあ必要条件と十分条件って言えばいいの？スプーにはこんなパーツがあるよねっていう意味で言うと、翔子お姉さんのスプーもスプーだし、まあこれが翔子お姉さんのスプーだとします。でもなんか比率とかバランスっていう細かい条件の面で見ると上手なスプーだとは言えないわけなんだよね。そんでこの細かい条件っていうのをもっとちゃんと丁寧に定義していけば、まあ、ひょっとするとうまく描けたかもしれないよね。2つ目、自分のペースで絵が描けない。これがね2つ目の理由です。絵描き歌には当然リズムがあって、まあ、そのリズムに合わせて例えばねパン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 みたいな、でそのリズムの中で絵を描かないといけない。でそうなってくると今度ねプレッシャーが生まれちゃうんだよね。この歌の部分が終わるまでにこれをやっておかないといけないっていう焦りとかが、細かい部分とかなんか細かいことをさせる余地を奪っちゃうわけ。だからね、翔子お姉さんの反応を見ていると、間違ってることも分かってるし、変だっていうことも分かってるんだけど、突き進むしかないように見えるよね。3つ目、黒板。これがね、3つ目の理由です。まあ人間には当然描きやすい角度があって、よいしょ、こんな感じでね。で、絵師はこの描きやすい角度を維持するために、なんか紙をこうやってくるくる回転させて、まあ自分の描きやすい角度を保持しています。ただね、ホワイトボードの黒板ということで、まあこれができません。4つ目、手元に資料がない。これがね、4つ目の大きな理由です。やっぱり参考資料ってすごく大事で、雰囲気と実際って結構違うわけ。だから漫画家とかも、まあ参考資料がない状態で描くと結構下手になっちゃうんだよね。結論として、まあもともと、絵が下手な人が参考資料を確認しながら描くこともできず、絵描き歌の時間で焦らされた上に描きづらい線を無理やり描かないといけない、なおかつ失敗してもやり直しができないという環境で無理やり描いたため失敗したと言えるでしょう。だからね、初心者ほど万全な計画を立てて絵に挑まないといけないわけ。まあなら東京都にならどうしてたかをちょっとね軽く教えていきたいと思います。じゃじゃんと、いつものカッターマットとコンパスを用意しました。東京トニーはね、基本的に初心者の実力を信頼していません。初心者が介入する余地を作れば作るほど、初心者が自由にできる範囲が増えれば増えるほど絵が下手になると思っています。そうなった時に線を視覚的に長さが確認できる方眼用紙、まあ、常に安定した円を描けるコンパスっていうのはすごく都合のいいツールなんだよね。こういったもので初心者が手を下さなくていい要素を無理やり作っていきます。で、今回このスプーめちゃくちゃ苦戦しました。そんでなんならね、現在俺の中で結論は出ませんでした。まあそういったことも踏まえて聞いてください。まずね、3センチ ×3 センチで円を描いていきます。やっぱね、この初心者でも円が描けるっていうのはね、すごく重要なことなんだよね。円ってどっからでも同じ幅だからさ、とにかく基準としてすごく、都合がいいんだよね。そんで定規を使ってセンターラインに線を引いておきます。まあこういうガイドラインっていうのはもう何本あってもいいのもんなので、まあ、初心者のうちっていうのは、まあ、結構ガイドライン、まあ上達してからでもね結構ガイドラインっていうものはあると便利なので、まあできたらねつけるように癖をつけた方がいいかなと思ってます。で次に、そんでこの次にね、目の上の部分というものを作画していきます。作画するときっていうのは線対称になるように注意しながら、でその際にこんな感じでね、この部分につなげるように線を描いてあげます。そう、ただね、安定しなかったんだよね。スプーとは何だというね、なんか謎迷宮に入り込みまして、もうなんかうまく描けなくて、まあいいやという感じで
まあ、無理やり強行突破しようかなと今思ってます。これがねちょうどスプーの絵描き歌のなんか顔の輪郭の雲の部分だよね。でここでいろいろどうするかっていう分岐点があって、唇の下の部分をここにするのかここにするのかみたいなね分岐点があります。この部分を長くすればするほどなんか間延びした感じになるし、この部分を短くすればするほどなんかこうシュッとした感じになるって言えばいいの、まあいろいろとねその辺が難しいんだよ。そんで次にこの部分を書いていくわけなんだけど、この部分でもどうするかっていう分岐がいろいろ分かれてきます。例えば人形劇、まあ人形、まあ着ぐるみなんだけど、着ぐるみのリアルを重要したいんだったらばこの部分をシュッとさせておく必要性があるし、逆に絵柄としての可愛さを求めるのであればこの部分を大きくこうやって膨らませたりというね、そういういろんな工夫要素が出てきます。こうやってね東京都にでもいろいろ苦戦したので今回は、ではまあ絵が下手な人はまあ描けないっていうのは当たり前なんだよね。とりあえず今回はリアル寄りのスプーンにしたいので、まあ、唇のね場所をこの辺で止めておきたいと思います。でなった時にここの横の部分をこうやってね少し伸ばしながら描いてあげると、この部分あんまりなんかこう雄三お兄さんみたいになんかこう形がこうなってないよね。まあそういう細かい部分なんかも見てもらえると、まあ、参考になるかなと思ってます。ただ東京都には今回なかなか苦戦したので、このスプーを見てスプーじゃなくねっていう人がいても、まあまあまあそれは真摯に受け止めないといけないなというふうに思いつつ、ただね、まあ絵師関連でよくあるのがなんかこうこういうキャラモノ的なものを軽視するっていうの、なんか人間かけるやつ史上最高主義みたいなのがあって、だからね普段描いてるものと違うものをいざ描いてみると結構描けないということは大いにあるので、まあこういう動画を見て、まあ普段人間しか描かないよっていう人はちょっとね振り返ってみてもいいかもしれないよね。そうなった時にあれこれ案外難しいじゃんってなるかもしれないし、まあ逆に、まあ、描ける時なんてもパパパッと描けちゃうので、まあそういう意味で言うと自分が今一度絵に対してできるのかなできないのかなっていうね、なんかちょっとしたチェックになるのかなと思いました。丸つって、はい、こんな感じでねざっと雲の部分が完成しましたと。で、口を描いていきます。口を描くときもね結構いろんな条件があって、この口の幅がなんかね1センチちょっとぐらいかな、まあ6対1ぐらいの比率だっていうような気がするので、ただねこういう細かい部分っていうのは本当になんか絵の些細なニュアンスが変わってくる重要な要素になってくるので、でその際にね方眼用紙を使ってちゃんと線対称になるのかどうかを確かめつつ、まあ描けるとよりいいでしょう。でまあこの口の部分はねもう確定させておきまして、でその際に、まあ、唇を描くとき、ここの幅とここの幅よりここの幅が広くなってくように、まあそんな感じを意識してまあ作画できるといいかもしれません。ただ東京都にとしても結局結論が出ていないので、やっぱね自分の書き慣れないもので結論を出すっていうのはなかなか難しいんですよ。で次に、まあ、大体ね顔の真ん中ら辺に、まあ、目を描いてあげるわけなんだけど、まあそうなってきた時に6センチっていうのはとにかく都合がいいわけよ。例えばね
3センチ3センチって考えた時に、まあ大体ここのちょうどここに書けば目の中央になるじゃん。だからね、6センチっていうのは本当奇跡なんですよ、奇跡で。その際にここのこの部分あるじゃん、この部分、この部分からつながるようにちょっとこうやってね線を書いてあげると、これすごく重要な要素なんで覚えておいてください。でこの部分に目を書いてあげます。目を書くときね、いろいろあるよな、この目を書くというのも。まあひまわり型に書くときもあるし、ただスプー自体があんまりそんな目が大きいキャラではないので、まあただね、目が大きい方が楽に作ができるっていう部分はあります。やっぱ目がちっちゃいと細かいバランスを取らないといけないんだけど、例えば1対6とかさ、なんか細かいじゃん。でも目が大きくなればなるほど1対3とかになってきた場合、もっとねバランスっていうものが大雑把で良くなってくるのよ。でまあこんな感じで大体で描きまして、で目を描いてあげると、この際も方眼紙を使って、まあ、線対称になるように。この手のなんかねキャラっていうのは基本的に線対称になることをすごく意識してれば、まあすごくミスることは少ないと思っているので、個人的に。でまあスプーの目をいろいろ見た結果、まあ一番公式に寄せるためにはこうするのがベターなのかもしれないというふうに思い、ただ違うかもしれないという思いもあり、で次に帽子をね作画してあげますと。でいよいよ羽になります。羽、このね頭のパーツの羽で、この頭の羽のパーツなんだけど、結構ね形として扇形で撮っちゃうって言えばいいのかな。こういう感じで撮るんじゃなくて、もうこうやってね、もうこういう感じで撮っちゃった方がよりスプーっぽいんじゃないのかなっていう気が個人的にしてます。これね着ぐるみとかを見てもらうと分かると思うんだけど、着ぐるみなんかもこっちの方で書いてあるので、だからまああんまこの羽っていうのは難しいし使わない方がいいんじゃないのかなというのが個人的な雑感です。でそうなってきた場合にこう割ってこう割ってこういうのを書いてると、ちょっとデビルマンの指令の思い出すよね。なんでこのスプーの動画でデビルマンの指令を例に出したという話はあるんですけども、でこの辺っていうのも可愛くなるように等間隔で、こういう時になんかすごく細かくしちゃう人とかいると思うんだけど、こういうなんかちょっと可愛い系のものっていうのはね、基本的にセンスを減らせば減らすほど可愛くなると東京都には思っているので、ではまあそんなに線を増やしすぎないということも意識してもらいたいなと思ってます。こうやってね、単純なことなんだけど、単純なことながらすごく喋る内容が多い動画になってます。だからね、こういうなんかこう絵師が伝えようと思うとこのぐらい時間かかることなので、だからまあ絵描き歌っていうものをあんまりなんか信頼すぎるっていうのも良くないなと思ってます。やっぱねこういう顔の全体のパーツのバランスとかも教えてくれてないし、ただまあ東京トニーとしてもまだバランスというものをつかみきれてない、正直。
まあ、あくまでこのぐらいまでしか寄せれなかったよっていう。で、まあ、このね、羽の部分を、まあ、線対称になるように、まあ、長さなんかを確認しながらできるとより良いでしょう。で、まあ、ここじゃん。ここから、1、2、3、3.5。ここから、1、2、3。まあ、大体この辺だよね。こうやって方眼用紙があると長さを測る上で便利なんだよっていう。もうちょっと長いやんけ。ここやんけ。こうやってね、方眼用紙なんかを使っててもなんか、わちゃわちゃなるので。ではまあ、初心者ほど、なんかこう、ミスする要素っていうものを省くっていうのはすごく大事なことだと思ってるので。なんか今日は外がうるせえな。ちょっと東京都にはね、今日、有給を取って、ちょっとね、動画を撮ってるわけなんですけども、まだ昼間なので、外がなかなかうるさいです。で、3センチでしょ?ってなったとき、ここまで来んのか。で、こう来て、こう来て。で、こうじゃん、こうじゃん。そんで、まあ、トレース台とかを使って長さをよりちゃんと確認できるようにするといいよね。まあ、ガチで書く場合だけどね。まあ、でも。遊びというものをガチでやらないとちょっとつまんないので、よいしょ。作業スペースほんと狭くて嫌。で、こうやって電気をつけて裏から透かしてみると、ダダンとこんな感じで見えてくるので、なんかおかしくね?こうじゃね。なんかめんどくせえな。まあいいや、裏技使おう。紙も真っ二つに折ってこの線をトレースします。ええんかお前そんなことでって、いいのいいのっつって、こうやってね、絵を真っ二つに折りまして、これをトレースしてあげると、やっぱね、インチキできる要素とかって道具があるとやっぱ増えていくと思ってるので、東京都には、別に最終的にうまい絵が仕上がるのであれば何でもいいと思ってるので、中にはね、こういう作画方法をやると、お前それってどうなんっていうふうに思われるかもしれんけど、どんな方法を使ってでも目標を達成させる前ではね、やっぱ方法なんて霞むんですよ。まあ、ルールに反しない中でやるっていうのは、まあ、すごくね、重要なことだと思ってるので、まあ、東京都にはね、初心者向けに道具を使うことも推奨しているので、まあいいのではないのでしょうか。これでね、線を軽く整理していきます。
はい、こんな感じでスプーが完成になりましたと。でね、こっから本来はこうやってなんかギザギザが入って、こうやってなんか体があって、まあいろんな要素があるんだけども、まあ今回はこんな感じで終わろうと思います。今回ね、これを描くためにね、とにかく苦労した。こうやって東京都になんかもう、こういう動画をやる前になんかあらかじめね、なんとなくこうやって、ね、どんな感じにすればいいのかなっていうことをまとめるんですけども、それがね、なかなかうまく決まらなくて、ほらこうやって見てみると、同じスプーでもなんかこう、ここの部分で結構変わってくるじゃん。ここの部分をどうするかとかでさ、まあこういう些細な部分とかで結構印象っていうものは大きく変わってくるので、まあ自分に合いそうなスプーンのバランスというものを探してみてもいいのではないのでしょうか。ではね、今回この動画はこんな感じで終わろうと思います。じゃあ今回の動画がためになったなと思った方や、いいなと思った方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。じゃあまたね。